日本が大好き日本が大好き日本が大好きWe love Japan. We go all over the world, right? Yeah, yeah. Okay, okay. Nihonga daisuki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 . Classes got on top of where they stand. Okay. Now they go back and forth. So we can actually see the emperor? There is buses here, the double deckers. We can move on. Hop on, hop off. Yeah, we have been there. It's very useful. Maybe around the. You have to. Maybe you have to go to Tokyo Station. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye.日本が大好き。日本が大好き。Maybe it is in the camera. 日本が大好き。Thank you. もう一回言うが、あなたのチャンネルやあなたに言うお世辞ではなく。本当に外国人が日本を好きなのかやらせてないか検証してみましょう。それでは早速。どこから来ましたか？ドイツから来ました。ありがとうございます。どんな目的で日本に？旅行のためよ。ありがとう。今日のパレードのこと知っていますか？え、知らないわ。本当は公共のコインを見に来たのよ。こんな人が多くて何が起こったの？今から祝賀御列の儀パレードがあるので、みんな天皇皇后両陛下を見たいと集まっています。通常外国の大使には会わないが、日本は例外だ。なぜなら日本の皇室を尊敬しているからだと述べた。サウジアラビアの駐米大使を務めたバンダル・ビン・スルタン王子。フランスで開かれた日本文化を伝えるイベント、ジャポニスム2018年300万人を超える人が来たんだよ。アンケートでは 96% の人が日本により親近感を感じるようになった。だけど両国の交流が突然深まったわけではないんだよ。不思議があったんだ。それが1994年の先の天皇皇后両陛下のフランスへのご訪問なんだよ。その後97年には則宮様が国賓並みの待遇で招かれた。これは3年前の両陛下のご訪問の成功を受けてのもの。そしてそれがジャポニスム2018の成功へとつながっているんだ。見たいと集まってきますよ。ああ、わかったわ。日本での経験を教えてもらえますか？以前千葉の大学で日本語を勉強してたの。千葉県。日本語を話せるわ。日本のことをもっと知りたくて戻ってきたのよ。たくさんのところへ行ってみたいわ。あなたはどう？ジュリアは娘よ。10年前に南柏に行ったのよ。3回目の日本よ。今回は高野山、京都、姫路、金沢、金沢、田舎、白川郷ね。東京に戻ってきたわ。残り1週間過ごすのよ。素晴らしいでしょ。日本は楽しい。そう、
楽しいわ。日本が大好き。日本が大好き。日本が大好き。1953年のエリザベス女王の戴冠式には当時の昭仁皇太子が出席したんだ。でも大戦終結したばかり、日本に対する英国社会の眼差しは厳しかった。非常にも式で用意されたのは末席だった。ところがそれを見かねて最前列の自分の席の近くに呼び寄せたのが後にサウジの国王となるファイサル王子だった。イギリスで冷遇された日本の皇太子を救うサウジアラビアのファイサル皇太子、67年も感謝をし続ける皇室。皇太子、私の隣にいらっしゃい。こちらの過去動画をまだ見たことない方はぜひぜひ見てください。海外メディアも注目したんだよ。天皇陛下が退位のご意向をお話しされた時、ニュースとして伝えられた健康上の問題で数年以内に退位すると示した。イギリスの BBC やロイター通信、中国国営通信などが NHK の速報を引用したよ。世界中の皆さんと祝福したい。祝賀音列の儀だけど、不穏な空気が最後に、まさかの。どこから来ましたか？イタリアよ。なるほど、旅行で来たのですか？そうよ。どうですか日本は？すごくいいわ。私はね、仕事で2週間いるのよ。仕事はどうですか？ファンタスティック、ありがとう。はいはい、日本人はみんな真面目ね。どこから来ましたか？カリフォルニアだよ。カリフォルニアなのね。旅行で来たのですか？そうよ。東京を観光して、今日の祝賀パレードにね、祝賀音列の儀のためね。そうよ、そうよ。どこで祝賀音列の儀？インターネットとか。この前の即位の礼、ニュースで見たわ。はいはい、伝統的ですごく美しいわね。ありがとうございます。日本に来た後印象はどう？とっても綺麗な国だわ。人も親切、丁寧でマナーもいいわ。すごく良い国ね。それを聞いて嬉しい。日本が大好き。時間を取ってくれてありがとう。どこから来ましたか？私はイタリアからよ。そうですか。日本に来てくれてありがとう。何の目的で日本に来たの？私は仕事で日本に来たのよ。仕事のビザでね。仕事で日本にいるのよ。私の会社ね。なるほど。どのくらい日本にいるんですか？初めて来たのは2013年よ。翌年戻ってきて、今は日本にいるんですね。ええ、そうよ。そっか、日本の印象は？すごくいいわ。美しいところもすごい好きよ。たくさんあるし、場所だけじゃなくて、日本人もすごく親切。すごくいい国。ありがとう。それを聞いて嬉しい。あなたもよ、かわいい。嬉しい、ありがとう。日本が大好き。どこから来ましたか？私たちはベルギーからだよ。日本は初めて。そうだよ。日本のことはどう？
すごくいいわ。綺麗な国。日本は多様性があるね。親切、すごくいいわ。それを聞いて嬉しいです。今日の祝賀オルツの儀、うん、知ってるよ。新しい天皇が交代されることもね。どこから来ましたか？インドネシアからだよ。何をしに横だよ、最後の日なんだ。天皇皇后両陛下を見に来たの？そう、初めての体験。これから見に行くよ。そうですか、最後の日なんだ。日本のことはどう？すごく素晴らしい国だ。綺麗な国、食べ物もすごく美味しかった。大好きさ。私たち YouTube で世界デビューね。どこから来ましたか？ワシントン DC からだよ。日本は初めてですか？そうだよ。日本はどうですか？日本が好きだよ。まだ初日だけど日本のこと好きになった。とても綺麗。みんなも親切、マナーもいい。迷った時助けてくれてすごくいいよね。それを聞いて嬉しいです。いつまで日本にいるんですか？東京に3日間、その後もう、すごい思い出になるね。いろんなところ見たいな。最高だよ。祝賀オルツの儀、今日はありますが人が多いわね。日本人は天皇陛下大好きだからみんな集まってるんです。そうみたいね。天皇皇后両陛下のことみんな好きなんだね。セキュリティもすごいね。伝統的なんだ。面白いわね。日本には伝統的な方が多いね。そうです。日本大好き。Thank you. どこから来ましたか？私たちはアメリカから来たんだよ。そうですか。日本は初めてですか？正直感動した。いろんなところでね。日本の技術、交通システム、建物、通路のきれいなところ、人も親切だよ。全て含めて素晴らしい。世界の人々は日本に来て、日本は模範であるべきだ。学んだ方がいいと思う。ありがとうございます。全体的に感動したよ。日本に来たのは初めてだよ。日本は楽しんでますか？もちろんだ。東京で数日、その後大阪、京都、神奈川と行くんだよ。ありがとうございます。今日は天皇皇后両陛下がみんなの前に現れてパレード。だから人が多いのか。みんな天皇陛下を見るために。はい、みんな両陛下好きなので。テレビのニュースで見たな、この間の即位の礼。今日両陛下もみんなと、今日両陛下をみんなお祝いしたいのでパレードをします。私たちもね、良い日のタイミングだったよ。もう一回言うけど、あなたのチャンネルやあなたに言うお世辞ではなく本当に感動した。今まで聞いていた内容をはるかに超えて良い国だね。日本の進んだ技術はみんな知っているよ。実際に体験してすごく感動したんだ。今日のお祝いおめでとう。外国人へのインタビューをパレード当日行いました。
パレードをしていた外国人 30%。 意外に少ないね。パレードのために訪れたわけではなく、日本にいたら行きたいと思ってた場所。日本人は親切でマナーがいい。道に迷った時、日本人は助けてくれる。とにかく綺麗、素晴らしい。褒められすぎて怖いくらいでした。好感度の高さを落としたくないですね。経済的なことよりも日本文化や日本人そのものを褒められる。迷子になったら助けてくれる。こんな当たり前のことができるのは治安の良さ。ありがとう警察。入場できない可能性があります。現在手荷物検査を終え中に入ったところでも、車列も人の顔も何もわからないようなところに案内されております。せめてお写真だけでも。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。高評価ボタン、そしてコメントも大歓迎です。ぜひコメントしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。